自分がどんな字書いたか不安。嘘、こんなさっき見えた気がする。読めてるかは心配です。嘘、読めるよ絶対、読めたよ絶対。私ちょっと待ってよ、どこにあるの。結構本当にありがたいことにみんな書いてくれてるのでね、ちょっと探すのに一苦労なんですが、マイモちゃんハトク、私のハトクかな。全然汚くないと思うけど、みんな全部読めたよ私的に。待ってね、男の子ってなんか確かに可愛いかも。全然字汚くないよみんな全然字汚くなかった。英語で書く、読めない。2023年の時間は綺麗に気持ちなのに全然そんなことなかった。みんな全然読めるよ。てかなんなら私なんて字汚いから何とも言えないからね、万が一大丈夫だった全然。全部読んだんよ、その今日っていうか、そのもらった時も読んだし今も読んでたんですけど、読めない人いなかった。読めないからなんかちゃんと読めたよ、大筆。あ、そういうのもねしてもらえるよね、編集時でも。あのこれを書くために習ってくれるの逆に。自然体で交換ありがとう、自然ですよいつでも。公式でのセーターメッセージ、公式でのセーター生誕メッセージってなんだ。公式でのおもちゃのアルバム飲みたか、いやあんまり見えない方がいいかなと思って。あ、書き初めの前に進む、きれい。嘘、なんか前は綺麗だったんだけど、そっから汚くなってったね。アラビア語を勉強してアラビア文字で見せる。絶対分からん、英語より分からん。公式サイトで申し込める、え、そんなのが。へえ、聞いてみる、それ聞いてみる、聞いてみる。聞いてみる。マイケルさんの画伯を引き、いや、あのね、あの書き初めの見てないってメモも、あれを自分で見れるの、ポチッと押したら誰でも見れるようになってるのかな。あのそう、あの書き初めの絵は私が中学校の頃に作ってたキャラクターの顔の絵なんですよ。なんか一般の人は、あ、そうなの、じゃあ届いてない、届いてないから聞いとく。届いてない、聞いとく、絶対聞いとくね。あれどこにあるんですかって。そう、届いてなかった。
なんて言うてる、忘れちゃった。なんかね、桃じゃなかったの。あの時はなんかクマみたいな感じで、あの中にあの顔を描いてキャラクターを作ってて、で中学校の時になんかあの友達にめっちゃなんかこのキャラクターを描いて、なんかあの嫌がられてたんですね、なんか可愛くないって言われてだから中学校の時のキャラクターの顔です、あれは私のまあでもなんかうちんくのお姉ちゃんがああいう絵を描くので、それもあるかも。ずっとなんかああいう絵が頭の中に染み込まれているというか。でも可愛くないとか言わんで可愛いやろあれは。愛ちゃんの絵ってそうですなるね。でもずっと前からなんか李先生の絵があんな感じなんですよね。そう、でもなんかこの間なんかでどうなるか分かんないけど、どうなるか分かんないんですけど、なんかこの間書き物をした時になんかね、なんか自分のグッズ作りたい人は書いてくださいみたいなあったんですよ。でそこに私あの絵の桃も書いて、可愛い桃も書いて、なんか書いてて、それがどうなるか分かんない。万が一グッズ化されたらみんなあの可愛い絵持ってねあの可愛い桃の絵、あの同じ桃描いてるから、書き初めの桃と この間描いたばっかだから、そんなまだボツになってるわけじゃないと思うんだけど、あれボツにされちゃう？いや、この間描いたばっかり、あの書き初めの絵を。おなんか可愛いでしょ。可愛い絵もあるし、あの書き初めの方のものもある。わかんない。どうなるんだろうって感じだけど、一応描いてみました。そう、私マイキューさんのあのパーカー欲しいの、めっちゃ、めっちゃ欲しい、ほんまに欲しいのめっちゃ可愛い、バッグにつけるかめっちゃ可愛くて、あのパーカーめっちゃ欲しくて、めっちゃ欲しいんですよね。そう、めっちゃ可愛い。お、注文しようと思ってるの？買おうかな。可愛いよね、めっちゃ。もう、ドタイプの可愛さだ。メンバーのみんな、なんかこの間あった何着か置いてて、それを実際見たんですよ。でなんかメンバーのみんなでめっちゃ可愛いって言ってて、みんな欲しいって言ってた。本当に可愛い。もらえたい。いやーだろう、なんか予約言ったらもう買えないのかな
どうなんだろう。それともなんかいろいろあったよね。なんかパーカーだけじゃなくていろいろ。等身大抱きつき枕を発売。メンバーの等身大抱きつき枕人気そうだよね。キーホルダー、え、あ、そうなんだ。いいね。キーホルダーとかもつきやすいよね。ね。うんうんうん、実際だね。キャラの名前が聞いてる。どのキャラだ。今何時？もちゃんの年賀状誰の、え、確かにもちゃんの年賀状誰の元に誰の元に届いてるんだろう。35分。じゃあもうちょっとで読もうかな。見つかんない。多分載せられてはない。お前の家に届いてない？うちにも届いてない。あら、あれ？どこに行ったんだ？もしかしたらひっそり持ってくれてるかもね、誰かが。またなんかもっと年賀状の書くイベントみたいなあったり、お仕事中のこそ出してないから届く。明日は2時間半配信よろしくね。夏頃つくの年賀状イベントいいよね。うちのなんかお姉ちゃんのやつ見てた、あるっぽくていいなと思った。じゃあそろそろやめますかね。明日は19時半からお礼配信します。それでは読むよ。10歳のエイトさん、ありがとう。12のタロイモさん、ありがとう。11のフエさん、ありがとう。ミリマグ。10位の、門松さん、ありがとう。9位の、フミアットマーク、フフさん、ありがとう。8位の、ハルアットマーク、マリーナズさん、ありがとう。7位の、マピアノッピさん、ありがとう。話が待ち遠しいよ。待ってます。6位の、今年も個性の割です、ほどほどにす、ほどほど、ほどほどもなくしてくださいね。頑張ってください、この1年。5位のゼータンさん、ありがとう。もうが元気でよかった、負けましてありがとう。4位のミンさん、ありがとう。元旦のパフォーマンスすごくよかったよ、嬉しい、ありがとう。
さいな。キスティンさんありがとう。直接カート申し込んで、お待ってるね。2位のドラゴンさんありがとう。元旦からおーちゃんに会えて嬉しかった。大好き、ありがとう。昨日ももかが僕の名もいつも楽しい配信をありがとうことよろ、ありがとうことよろ。ことよろありがとうございました。昨日はねちょっと申し訳なかったんですが、今日は笑顔でできてよかったし、明日もあのお礼配信たくさん笑顔で楽し自分も楽しみながらねやるのでよろしくね。またね、また明日。